世界のこと終わりは誰が決めたのか。誰が私を作ったのか。本当の私は気づかれてはいけない。普通じゃないから。私は人間失格だから。綺麗に。ただ綺麗でありたかったんだ。気持ち悪い。あるところに少女がいました。少女は人が好きで好きで仕方なく、その欲望を抑えられませんでした。少女は好かれたいと思い必死に頑張りました。笑顔を作り、清潔に気を使い、おどけてみたり、運動も練習もいっぱいしました。あなただけがいてくれればいい。壊れればいい、世界なんて。ですが、少女は誰からも好かれませんでした。
井さん、大丈夫？なんでだ。ごめんね。ありがとう。後で返してね。約束だから。ここにいた。早く行こう。移動だよ。早く。どうしたの？船地が止まんなくて。また？転んだの？笑ってごまかさないの。セナ、仰向けで寝て。上向けば血止まるから。大丈夫だよ。それより授業に遅れたら怒られちゃうよ。ダメに決まってるでしょ。血が止まるまでここでサボろう。うん、そうだね。セナ、納得してないでしょ。顔に出すぎ。納得してないのに人に合わせるのやめた方がいいよ。ごめん。じゃあ授業でよ。血が止まったらね。ほら、早く寝て。あの子のこと、ほっときなよ。筒井さんのこと？うん。でもさ、止めないで。見てるだけだったら意味ないでしょ。じゃあ、早くはなんとかして。あの子、あんまりいい噂聞かないから、ほっといた方がいいよ。でも、転校するなりして、逃げればいいんだよ。ここに、必死にしがみつく必要ないんだから。怖くて逃げられないのかもしれないよ。血、止まった？マナ、授業始まっちゃうね。そうだね。どうしたの？先に帰ってて、忘れ物。また転ばないでよ。早く行きなよ。筒井さん、ハンカチ返しに来たよ。
一日終わりか。早く休みにならないかな。学校にいたくないな。お腹減ったな。光がまだ残ってる。あ、消えた。ひどいよ、裏切り者。信じてたのに。閉じ込められたかな。よかった、開いてた。閉じ込められた。電話が通じない。電波がな。大丈夫ですか？もしかして怪我とかしてます？
りは14人になりました。知らない。私たちでやろう。誰がやる？お前やって。なんでやだ、無理。お前行け、行けよ、早く行って。早く、あ、逃げた。家が遅いからだろ。ええよ、早く、しろよ、早く、早く。何しようとしてるの？殺さないとだから。本当にごめんね。意味わかんないよ。なんでこんなことするの？だってやらないと死んじゃうから。ごめんね。嘘。痛い。ごめん。大丈夫？大丈夫なわけないじゃん。もうやだ、限界。家に帰りたい。早くお風呂に入りたい。ここから出る。サチ、そこから出ちゃダメ。ゆっくりお風呂で。死んでんじゃん。なんだお前。受けてもらってありがとうございます。いつものことだから。いつものこと？
どうしたの？なんで敬語？大丈夫？セナ。セナ、私？風脇セナ、あんたの名前でしょ？あなた、誰ですか？ごめんなさい。私のこと知ってるみたいだけど、思い出せなくて。いいよ。こんな状況じゃ仕方ないよ。無理して思い出さなくていいから。ごめんなさい。血が出てるんだよ。頑張ってね。行かないと。死なないでお願い。でも。死なないで。離して。お願い。ごめんね。私の名前は森加代子。森さん。ここはどこですか？なんか変。光がね。光？爆弾でも落ちたのかな。光った後に一人だけにしなさいって言われたの。誰に？わかんない。初めはいたずらかと思ったんだけど、あの赤い木を越えた人がさっきみたいになって。とにかく大丈夫だよ。私がついてるから。早く安全なとこに移動しよう。背中乗って。大丈夫です。無理しないの。まだフラフラしてるでしょ。ありがとうございます。行ってたの？ごめん。その子誰？私の友達。名前は？セナっていうの。この子何も覚えてなくて。いいわ、とにかく入って。
私、チカ、よろしくね。あの人はトータカさん。はじめまして、よろしくお願いします。撃った人は？見てない。携帯はどうだったの？ダメ、どこ行っても圏外、公衆電話もつながらないし大人もいない。こんだけ人が死んでるのに死体がなかった。やっぱり誰かが片付けてる、あっち側の奴らが。ありえないことばっかり起きてる。それに今のところ助かるアイデアは何にもなし。まずはこの世界を知らないと。やれることは放送が流れてる場所に行く。放送が流れてきたのはこっちの方角だった。流せる設備があるとすれば学校。でも誰かがいるってことでしょ。危ないよ。でもこのままここにいても何も変わらない。それに最初の放送が言ってたことが本当だったら、時間がなくなった時点で私たち全員死んじゃう。ね、さっきみんなで話してたんだけど、ここを出ようと思う。放送が流れてる学校に行く。何かわかるかもしれないから。みんなってなんだよ、勝手に決めんなよ。ここにいたらいつか死んじゃう。だからなんで勝手に決めんだよ。残りたいなら別にいいよ、強制はしない。でも私は行く。和江が言うなら私は構わない。まあこのままわけのわからないまま死ぬのは嫌だしな。ごめんね、セナちゃん。混乱してるとは思うんだけど、このままここにいたらいつか死んじゃうかもしれないから。怖いかもしれないけど一緒に行こう。助かる方法が見つかるかもしれない。みんなと一緒にいた方が安全だから。大丈夫、何かあっても私が絶対守るから。なんだよそれ、勝手に決めんなよ。落ち着きなよ、もうそうするしかないんだからさ。でも危なくないの？夜中にここを出ましょう。そしたら少しは安全かもしれない。でもただ待ってるだけじゃなくて、殺し合いじゃない、私たちの戦いをしましょう。顔が暗いよ、今だけ忘れないと、ね。うん、無理しなくていいんだよ。大丈夫。うん、ねえ、新しい仲間も増えたんだしさ、あだ名つけようよ。いいでしょ、うん、はい、じゃありっちゃん名前つけて。え、みんなの特徴でなんか可愛いのつければいいから。なんで私？じゃあ私から。はい、シマウマ王。え、あのさ、私のことは風邪ひきって呼んでってあれほど言ったじゃん。いいよって言ったじゃん。え、なんでシマウマなの？やだ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 。あ、ハムスター女。あ、ハムスター？ウサギ女とミス女。え、カマキリとライオン。え、何それ悪口？だって数えが来てる。ちょ、おいおいおい。
ピールって何？カレーもらったの？私が嫌になる。ここにいたくない。忘れないと、しっかりしないと、頭がおかしくなりそう。娘さんが使う天使という言葉は、お父さん何か心当たりはありますか？壊れたくなんてない。おかしくなんてなりたくない。大丈夫ですか？大丈夫。誰か呼んできますか？誰も呼ばないで。ありがとう。私がこうあった時とか、よくお父さんが背中を誘ってくれたんです。思い出しました。落ち着きますよね。やっぱり君も優しいんだね。君も。君はあの人に似ている。きっとあの人も私を裏切りたくなかったんだ。そうだよね。ごめん。きっとそうだと思います。怖いからこうさせて。お願いだから受け入れて。私を許して。
やだ、やめてください。お願い、お願い。やだ、やめて、おかしいよ、やだよ。やだ、これ以上受け入れたらおかしくなりそう。何してんの？どうした？セナが襲われてた。セナ、セナ、大丈夫？セナ違う、セナ違うよね。本当なの？なんで違うよね。ひどいよセナ。どうする？殺す？そんなことしたらあいつらと変わらない。でもどうする？これから学校行くのに。ここに置いていく。あなたがしたことはそういうことなの。悪いけど。セナ、大丈夫？大丈夫、落ち着いたから。ごめんね、もう怖い思いさせないから。やめて。大丈夫だよ、子供じゃないんだから。セナ、無理しなくていいんだよ。やめて。私ってそんなに弱く見える？そんなことないよ。セナ、ごめんね。ごめんね、かよこ。大丈夫だから。ありがとう。何してるの？危ないよ。いや、大丈夫かなって。なんで自分を襲った相手のことなんか気にすんの？いや、本当は襲われてたんじゃなかった。違うよ、もしかしたら通ったかさん気が動転してたのかなって。優しいんだね、セナ。でもやめときな。どっちにしろトータカが悪いんだから、優しくする必要なんてない。それに、もう遅いよ。うん、わかった。誰だ？ごめんね、お楽しみ中のとこ邪魔しちゃって。でも見てて気分悪くてさ。ねえ、セナちゃんみたいな顔が好みなの？これ、させた人に似てた。その女の人に裏切られたんでしょ？気持ち悪いって。かわいそう。その人だけを信じてたのにね。また裏切られたね。それ以上に言うと殺すぞ。自分のことも殺せないのに、人のことは殺せるんだ。黙れ。ねえ、その好きな人って今何してんの？
どっかで生きてんの？もしかして殺された？それともあんたが何かした？もうやめて泣いてんの？泣かないでよ。ごめんごめんごめん。辛かったね。苦しかったね。でも裏切った人が悪いんだよ。あんたは何も悪くないから。私のこと殺しに来てもいいよ。ひどいことしちゃったし。でも憎いのはあの子でしょ。頑張ってね。応援してる。ちかちゃんとせなちゃん、奉仕とか見張りね。私は裏にいるよ、一人で大丈夫だから。じゃあ、二人が表ね。私たちで大丈夫かな。大丈夫、表だったら見晴らしがいいから、誰かが来たらすぐにわかる。わかった。せな、待っててね、すぐ戻ってくるから。転ばないでね。何それ、私そんなにドジじゃないよ。うん、そうだね。うん、絵本作家になりたいんだ。いいね。そうかな。せなちゃん、私がどんな子だったかって覚えててね。どういうこと？ねえせなちゃん、私たち生きて帰れると思う？多分私は生き残れない気がする。だって私たち子供だし、いくらみんながすごいからってどうにもならない気がする。それに最後の一人でも私みたいに弱いのは絶対生き残れないし。そんな話するのやめようよ。ごめん、みんなにはあんまり言わねえなくて嫌われちゃうから、ごめんね。なんで私に話してくれたの？せなちゃん、私と似てる気がして分かってくれると思って。ちかちゃんと私は似てる。弱い私たちは生き残れない。
強くならないと。ここじゃないのか。生徒会長、久しぶり、ミネちゃん。でもダメだよ、ここに入ってきたら。学校にも来ちゃダメなんだ。生徒会長が流していたのか。何を知っている。この町は私たちが住んでいた町とは何かが違う。ここはどこなんだ。この場所のことよりも、私たちは誰って聞いた方がいいよ、リネちゃん。何を言っているの。知れば知るほど彼女が余計苦しんじゃう。気づかないまま終わらせた方が良かったのかもしれない。私たちも村地下2名死亡。壊れていたのに、なんで。残りは9人になりました。生徒会長は何をしている。彼女は強くなろうとしているんだ。
残りの数は9人か。かゆこ、違う、もうすぐ終わるよ。じゃないとみんな死んでしまう。もう時間がない。セナは悪くない。セナ、こっち見て。セナは悪くないから、ね、セナは悪くないね。セナ、早くここから離れるんだ。殺さないで。セナ、逃げるな。殺すな。セナは待って。あいつはそんなことしないよ。セナ、逃げて。セナ、上で逃げて。うるさい。会えた。会いたかった。セナ、私のこと知ってるの？うん。約束したから早くこの世界から抜け出させてあげる。でもちょっとだけ待って。疲れた。ごめんね、チカちゃん。誰からも好かれなくなった少女は、欲望を水の中に捨てました。そして、徐々に自分の名前も顔も忘れていきました。終わり。なんで？なんで裏切った？あなたたち、誰なの？私の見た目がダメだからなの。私が汚いから。
そしたら自分が許せない。なんでこの姿に生まれてきたんだ。でもね、君のことが好きなんだよ、セナ。好きなんだよ。君を殺すことなんてできないよ。かわいそうな人。私のキスじゃダメだった？やっぱりセナがいいの？ひどいな。よくこうやって遊んだよね。私はセナが嫌われないように造形を演じてきたんだよ。あなたにはできないこと。やっぱりあんたが死んで私が生き残った方がいいと思う。あんたみたいに弱い人間が生き残っても周りは迷惑するからね。痛いのはいつも慣れてるでしょ。あ、そっか、あんたじゃないか。あんたはいつも逃げてるもんね。助けて。そうやって助け求めんなよ。いつも逃げてさ、痛みも感じたことないくせに。お前は異常なんだよ。お前も、お前の父親も。もううんざりなんだよ。お前らに合わせんのも。あんただったら行くか。あんたが一番辛いもんね。じゃあね。トータカアラソ。星と秋の。ここはどこなの？残りの人数は7となりました。この殺し合いは全部君が変わりたいと思って、あの人に会いたいと思って始めたんだ。お願いやめて。私の何がダメなの教えて。お前うざいんだよ。死ねえよ。あ、そんなの女って。何これ。セナ、思い出した？少女は自分の父親にとても厳しいルールを与えられていました。そのルールはとても重労働で毎日傷だらけになってしまいます。少女は大人になり外の世界に行くと、そこには別のルールがありました。少女は困りました。哀れに思った二人の天使が少女を助けに来てくれました。一人は少女の代わりにルールを守り、一人は少女を深く愛し傷を癒してあげました。
少女は外の世界のルールを守ってもらうためたくさんの天使を呼び身代わりになってもらいました。これは私の心の中の世界なんだ。あなたたちが私をずっと守ってくれてたんだね。ごめんね。でも、なんで？なんで殺さないといけないの？君は、あることがきっかけで自殺したんだ。わかんない。思い出して。この状況はセナが選んだんだ。セナは大切な人と約束したんだ。僕たちよりも、もっと大切な人のことを思い出して。僕の顔を見て。思い出したらきっと戦える。早くみんなを殺して現実に戻ろう。そしたらあの人に会いに行こう。好きだよ。ねえ、いつもの。血がなくなる。時間がない。ゆっくり休んでて。ここにいれば安全だから。かよこ、大丈夫。何も言わなくていいから。現実じゃないって分かってても怖い。ごめんね、セナ。僕はもうボロボロで戦えない。大丈夫。筒井は私のことずっと守ってくれてたからね。え、筒井のことも殺さないといけないの？うん、大丈夫。僕はもともといないから。セナ、怖がらないで。セナは強いから。見方を変えれば何だってできるよ。そうだね。ね、
悩むことなんてないんだね。早く終わらせて現実に戻ろう。ルールが増えるたびに天使を呼び、また増えるたびに天使を呼び、少女の周りに天使がどん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 増えていきました。少女はある日気づきました。天使を好きな人はいるけど、私を好きな人はいない。ですが少女は自分を理解してくれる存在に出会いました。きっと大丈夫だよ。なんでそんなに落ち着いてられるの？セナが連れて行かれたんだよ。お前おかしいぞ。私はセナを守らなきゃいけないの。りっちゃん、ミミちゃん探してきて。放送は誰が流してるの？あの子だよ、ミメイちゃん。私は誰なの？私が今まで過ごしてきた記憶は全部嘘なの？私はいないの。奇妙な感じ。この世界がひどく曖昧に感じる？月が見ていないと存在しない。私たちはそんな存在。門脇瀬名の記憶がないときに私たちは存在している。私たちは代わりだ。これは夢の世界なんだから。
かになりたいんだ。セナちゃん、私と似てる気がして。ありがとう。この話はね、天使が代わってくれて敵を倒してくれる話なんだよ。天使は戦うときに仮面をつけるの。仮面ってつけると強くなれるんだって。私も強くなってセナのこと助けたい。何から助けんの？なんでもない。許さない。よくも隠してよ。殺してやる。やめよう。女の子同士ですることじゃないよ。なんで？汚いよ。私が汚いから。私汚いの？違う、セナが汚いんじゃなくて。あなたに殺されたくなんかない。だんだん人に頼っておいて都合が悪くなったら殺すんだ。あんたは最低だ。あんたが私だなんて思いたくない。私は菅未明だ。私の意志で死ぬんだ。未明死亡、残りの人数は4となりました。そろそろ家に帰らないとお父さんに怒られちゃう。ダメセナ、行っちゃダメだよ。家に帰らないと。セナのお父さん変なんだよ。おかしいんだよ。何が？親子ですることじゃないよ。汚いよ。なんでそんなこと言うの？お前は異常なんだよ。お前もお前の父親も。娘さんが使う天使という言葉はおそらく守護天使と身代わり天使と呼ばれる存在で、これは解離性同一障害に見られる精神病です。お父さん、何か心当たりはありますか？はい。もしもし。どうしたの？
私おかしかったんだね。やっとわかったよ。何したの？お父さんとはもうあんなことしない。裏切りマモ死んでてたのに、ひどい。私おかしかったんでしょ。治ったんだよ。綺麗になったんだよ。私頑張ったんだよ。やっと会えた。会いたかった、セナ。約束したから、早くこの世界から抜け出させてあげる。この殺し合いは全部君が変わりたいと思って、あの人に会いたいと思って始めたんだ。やめよ。僕たちよりももっと大切な人のことを思い出して、僕の顔を見て。思い出したらきっと戦える。大切な人に会いたいって、綺麗な姿で戻ってくるって、セナが選んだんだ。
誰からも好かれなくなった少女は欲望を水の中に捨てました。信じられない。あなたのことなんか好きにならなければよかった。あなたの顔なんて嫌い。逃げ続けよう。戦わなくたっていいんだよ。逃げて何が悪いの。あなたは十分戦ってきたんだよ。これ以上セナが苦しがるところなんて見たくない。みんないなくなるんだったら私がセナの身代わりになる。セナはもう傷つかなくていいんだよ。大丈夫だからね。
行ってくるね。どこ行ったの？助けて。世界の断りは誰が決めたのか、誰が私を作ったのか、本当の私は気づかれてはいけない。普通じゃないから、私は人間失格だから、ごめんなさい。綺麗に、ただ綺麗でありたかったんだ。私ダメだ。今の私は嫌だよ。弱いまんまじゃ嫌だよ。守られてるばかりじゃ嫌だよ。暗い部屋にずっといたら頭がおかしくなりそう。ダメ。セナ、私なら平気だよ。私が耐えられない。わがままだよ。わがままでもいい。ただ、私を殺して。あなたが傷つくとこを見たくない。嫌だ。早く殺して。セナ、死なないで。外に行くなら頑張って生きて。思ったことを顔
に出すぎ。私、今どんな顔してる？顔してる。よく頑張ったな。私は見守ることしかできなかった。私はセナの統合人格と呼ばれる存在だ。つらかったね。君を見てると会いたくなるよ。やっぱり私も君なんだね。早く本当のセナのところに行こう。残りの人格数は2だ。あるところに少女がいました。少女は人が好きで好きでしょうがなく、その欲望を抑えられませんでした。少女は好かれたいと思い、必死に頑張りました。笑顔を作り、清潔に気を使い、おどけてみたり、運動も練習もいっぱいしました。ですが少女は誰からも好かれませんでした。私。
になったよ。で辛かったね。ごめんね。
僕の現実と世界の現実への隔たりを感じさせた。その時、僕の中で確かに壊れる音が聞こえたんだ。それが今ならわかる気がする。ごめんね、あの時逃げて。ごめんなさい。ちゃんと助けてくれたじゃん。ずっと謝りたかった。しょうがないからこれで許してあげる。あの日の放課後も血のような赤色だった。また一緒にいてくれないかな。それは私の、僕の。しょうがないな。約束だからね。流れる血だったのかはわからない。この世界で私たちは真っ白な明日を生きる。私は人間失格だ。だけど、私だけは私を愛したいと思うのです。
皆様からご挨拶をいただきたいと思います。市川さんからお願いいたします。はい、本日は、お越しいただき、そして見ていただきありがとうございます。門脇瀬名役を演じさせていただきました市川みおりです。ありがとうございます。この映画はすごく短い期間での撮影だったんですけど、全員女子ということですごく和気あいあいとした楽しい現場でもあり、でもだんだん撮影していくうちに私の心がだんだん死んでいくという明るかった私がそれくらいのめり込める、そんなすごい役をいただきまして、とても自分の中で、この門脇瀬名ちゃんも成長しているし、自分でもこの映画を通して成長できたなと思っているので、ぜひ、皆さんもそんな成長の姿を見ていただけてたら嬉しいです。本当にありがとうございます。皆さんこんにちは、森香代子役の秋月なるみです。本日は、足を運んでいただきありがとうございます。こうして初日を迎えられてとても嬉しいです。映画はいかがでしたでしょうか。みんなで本当にキャストもスタッフも一生懸命一丸となって作り上げていった作品なので、どうかもっともっと広がっていくように力を貸していただけたら幸いです。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。次、お願いいたします。はじめまして、筒井ゆだち役を演じましたリリカです。本日はご覧いただきありがとうございました。私はこの作品で初めて映像でアクションシーンをやらせていただきました。それを見ていただくことができて本当に嬉しく思います。この映画を世界のたくさんの人に見てもらえたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして久保田美沙さん、お願いします。はい、皆さん本日はお越しくださりありがとうございます。本村千佳役の久保田美沙です。今日が初日ということでたくさんの方が見に来てくださって本当に嬉しいです。私自身本当に本村千佳ちゃんを演じさせてもらって初めての経験をさせていただいて、本当に貴重な、光栄な時間をいただけたなと思っています。今後もいろんなところで、放課後戦記、たくさん上映できるように、私も、SNS などで本当に拡散といいますか、皆さんにたくさん知って見ていただけるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では次、井上美奈さん、お願いします。はじめまして、自尊自立子を演じさせていただきました井上美奈です。本日は放課後戦記ご覧いただきありがとうございます。この放課後戦記を皆さんに見ていただいて、少しでも勇気になったり自分を大切に思っていただけたら嬉しいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。では次、大野美久さん、お願いいたします。はい、親川和也役をやらせていただきました大野美久です。皆様本日はご来場誠にありがとうございます。この映画だと結構いろんな役のいろんな性格の女の子たちがたくさん出てくると思うんですけれども、どの子をピックアップしてみるかによって結構映画の見方変わってくるんじゃないかなと思っております。なので1回とは言わず2回3回見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。小泉萌子さん、お願いします。はい、トータカラス役の小泉萌香です。本日はこのたくさんの方に映画を見ていただき本当にありがとうございます。舞台に引き続き出演させていただいてるんですけども、舞台とは違ったところは結構いろんなシーンがアップに見れたりとかリアルに見れたりとかするところだと思うので、すごい貴重な体験をたくさんさせていただいた映画だと思っております。この映画がいろんな方に海外にも広がってもっともっと広がっていっていただいてくれたらなと思います。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。続きまして片
岡さやさん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。つげみ名役、片岡さやです。本日はご来場いただきありがとうございます。ですね、私も舞台、おととしの舞台から続き、映画化、映画版でもつげみ名役やらせていただきました。本当にすごく面白くというか、こういろいろ考えさせられる作品だと思います。一人でも多くのお客様に見ていただけたらなと思います。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、飯田ゆり子さん、お願いします。はじめまして、大溝なるみ役をやらせていただきました飯田ゆり子です。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。この作品は放課後に殺し合いをするという非現実的なストーリーとなっておりますが、でも心の中に誰もが持っているような恐怖だったり不安だったり、そういうものがみんな持っていながらも撮影を進んで、そういうストーリーになっています。とても楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、野々宮美香さん、お願いいたします。はい、新徳文明役をさせていただきました野々宮美香です。まず皆様にご質問がございます。私のこと見つけられたよって人お、いた本当に。じゃあ見つけられなかった人はもう一度と言わず、もう 2,3 回ぜひ劇場で見ていただきたいなと思うんですけども、私は舞台から引き続き出演させていただいて、本当に現場も和気あいあいとしていて、とっても楽しい現場で、映画もね、本当に素敵な作品になったと思うので、私もちゃんと見たいと思います。自分も探したいと思います。いや本当に本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございます。加藤美さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。過剰式殺役を演じさせていただきました加藤美久です。今まで放課後戦記が、謎解きだったり舞台だったりといろいろと展開していく中で、今までずっと関わらせていただいて、今日という映画公開の日を迎えられたこと、本当に嬉しく思います。皆さん本日はご来場ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、三橋遥さん、お願いいたします。はい、はじめまして、有平佳穂役をやらせていただきました三橋遥です。今回ツインテールで初めてアクションシーンをやらせていただいて、すごく貴重な経験をさせていただいて、とても光栄でした。今回この作品に関わることができて本当に光栄で楽しかったです。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。本来ですとちょっと時間を設けて皆さんにもいろいろお話を伺いたいところなんですけども、ちょっと今日ですね、この後もまだ他の劇場なども回らせていただく関係上もありまして、ちょっと短い時間とはなりますが、最後にちょっとですね、市川さんにご挨拶をいただきたいと思います。はい、改めまして本日初日を迎えられまして、本当にたくさんの方に支えられたこの、映画放課後戦記です。私も初主演という隊員役を任せていただきました。でも私だけでなく、本当にたくさんのこの仲間たちがいたから作り上げられた、そして監督さんの指示に従いつつ、そしていろいろと物語を進むことができた、そんなたくさんの方の協力を得られて、作られた映画だと思います。たくさんの方にクラウドファンディングにも参加していただきました。本当にありがとうございました。そして実はですね、先日ロケをしまして、この映画全編栃木県の佐野市で撮られたんですけど、その佐野厄除け大使にリリカちゃんと2人で、あと監督さんもいたんですけど、行ったんですね。でその時に、カチンお守りというお守りを買って、この映画の放課後戦記のヒット祈願をしたんですよ。はい、でそしてその後に私がですね、おみくじを引かせていただきまして、そしたらまさかの大吉を引きました。はい、ありがとうございます。本当に私、自分でこの初詣に今年行った時のやつはですね、末吉でした。はい、自分よりもやっぱ映画のヒット祈願
で弾いた時の方が大吉という素晴らしい結果を残せました、この初主演という大作のこの映画でこうやって、なんか運も味方につけたというような感じがいたしますので、ぜひこれを機にですね、そして台湾での公開も決まりましたし、そしてハンブルク国際映画祭にも、出展が決まりましたので、そうやってどん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 日本だけでなく海外の、いろんな方に、本当にいろんな方に、ご覧にいただいて、そしてみんなで、映画を通して言葉だけでなくこの映像で、たくさんの方のもとに届けられればいいなと思っております。ぜひまた、見てくださった方も何度も何度も 見て楽しんでいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。実はハンブルグ映画祭に招待いただいたのも、SNS でハンブルグ映画祭の主催者側から監督のところに直接上映できないかという問い合わせを頂戴いたしまして、本当にこう皆さんが拡散していただいたり、 SNS の効果でこの映画すごくこう成り立っているというか、皆さんのおかげで、広まってきていると思うので、ぜひ、ね、今後もキャストの皆さんもおっしゃっていただきましたけれども、ぜひ皆様のお力添えでこの映画をどんどん広めていきたいというふうに考えておりますので、はい、ぜひ、ね、他の、ね、海外とかでも紹介ができたりするといいですよ ね、うん、そうですね、はい、映画は言葉の国境を超えるということですよね。もういいこと言いますよ皆さん。映画に言葉なんていらないんですよね。こう、分かんないけど字幕があればいいんですからね。そう。あとあれですね、皆さんじゃあハッシュタグ放課後戦記でぜひこの危機感会見終わったらすぐにツイートしてください。そうやって拡散していきましょうね、はい、みんなで。ぜひぜひ、はい、結構もうセナの人格の中のお話っていう言葉、前もってもいろいろお話ししているところでもあるので、そういったこととかも全然ネタバレとか言わないので、はい、皆さんもぜひ。傷心もあるって言ってますしね、はい、そう、濃厚だったとか言っても大丈夫ですよ。そんなでもないから。なのでね、ぜひ皆さんの今度感想が広まっていって、より多くの方にこの放課後戦記が伝わってくれるといいなというふうに考えておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。はい、お願いします。